イアン・ウーズナムは、ウェールズのプロゴルファーである。1991年のマスターズトーナメント優勝者で、男子ゴルフの世界ランキング1位も、通算50周保持した名選手である。ウーズナムという姓が読みづらいことから、ウージーと呼ばれている。これまでにヨーロッパツアーで28勝、国際試合で通算8勝を挙げ、マスターズを含めると、総計、 37勝を記録している。身長1 6 5トル体重 76kg で、プロゴルファーとしても小柄な体格だが、前世紀は、ツアー屈指の飛ばし屋であり、ベルンハルトランガーをして、あの小さな体でボールをあんなに飛ばせるのだから、彼のスイングが、理想のスイングだと言わしめた。また、前世紀に、日本のゴルフクラブメーカーと契約し、来日して、 クラブフィッティングを行っていたことでも知られる。両親はウェールズ人でイングランド領のオスウェストリー生まれ。少年時代、ウェールズとイングランドの国境に接したコースでゴルフを学んだが、その練習場は15ホールがウェールズ領に、他の3ホールはイングランド領に入っていたという。1976年にプロ入り。1982年にエーベルスイスオープンでプロ初優勝を飾る。 1983年からアメリカ代表チームとヨーロッパ選抜代表チームで争われるゴルフ団体戦ライダーカップのヨーロッパ選抜代表に選ばれ、以後1997年の大会まで8回連続出場を果たす。1987年と1990年の2度ヨーロッパツアーの賞金王に輝いたが、最初の1987年は、 ヨーロッパツアーでの年間獲得賞金額で100万ドルを突破した史上初の選手になった。33歳で臨んだ1991年の第55回マスターズトーナメントで2位に1打差の11アンダーパーでキャリア唯一のメジャー優勝を果たした。ウーズナムは3日目終了時点でマイナス11で単独首位、最終日の4月13日は最終組で トム・アートソンと午後1時59分スタートで回った。最終日にウーズナムがスコアを伸ばせないでいると、米国のワトソンとスペインのホセマリア・オラサバルが追撃してきた。一組前のオラサバルは13番ホールから3、連続バーディで15番ホール終了時点でマイナス11。ワトソンはパットが不調で出入りの激しいラウンドだったが、13番ホールで5メートルのパットを入れイーグル。 15番ホールでも、第2打をピン左2.5メートルにつけて、この日2つ目のイーグルを奪ってマイナス11。15番ホール終了時点から17番ホール終了時点まで3人がマイナス11に並び、最終18番ホールで勝敗が分かれた。まず、オラサバルが18番ホールに臨んだが、ドライバーでの第1打が、フェアウェイ左のバンカーにつかまり、続く7番アイアンでの第2打も、 グリーン手前のバンカーに捕まって3オンにパットのボギーでマイナス10に交代。最終組の18番ホールの第1打のドライバーショットはワトソンがフェアウェイ右の林に打ち込むとウーズナムはドローボールで攻めてフェアウェイ左のアサイラフに打ち込み2人とも第2打はリカバリーショットとなった。ワトソンは3番アイアンで攻めてグリーン手前のバンカーに捕まったのに対し ウーズナムの9番アイアンのショットは前方のマウンドとバンカーを越え、グリーン左に少し外れたが成功した。ワトソンの第3打はピンに絡んで、グリーン奥に3オンしたが距離を残し、短いボギーパットも外して3パットで、ダブルボギー、マイナス9に交代して3位体。ウーズナムはパターで3オンして、残り8フィートを1パットで沈めて、パーの逃げ切りで勝利したが、 この日4回目の1パットでのパーセーブだった。10年後の2001年、43歳で全英オープンに20度目の挑戦を行い、久々にメジャー大会の優勝を争いに絡んだ。3日目終了時点で、デビット・デュバル、ベルンハルト・ランガー、アレクサンダー・チェイカと6アンダーで、主位体に並んだが、最終日の7月22日、ハプニングに見舞われた。最終ラウンド前の練習で、 ウーズナムはこの日使うクラブを選定していたが、コースに出る際ウーズナムもギャディのマイルスバーンも、クラブセッティングの確認を怠り、バックに、規定の本数より1本を多く入れた状態でラウンドを、開始、2番ホールのティーグラウンドで、ティーショットを打つ前に、そのミスに気づいたのである。このため、ウーズナムには、ゴルフ規則により1番ホールのスコアに似た罰が、加えられ、 一番ホールのバーディがボギーとなった。最終日はデュアルが抜け出して、2位のニクラスファストに3打、さ、3位イのウーズナムに4打差の10アンダーで、初優勝を飾った。試合後、一番ホールは、パー3で、アイアンでのティーショットだった。一番ホールがパー4か後だったら、ラウンド前に違反に気づいたはずとコメントした。2006年度のライダーカップで、ウーズナムは初めて、 ヨーロッパ選抜チームの代表監督を務め、18.5点から9.5点でヨーロッパを勝利に導いた。ウェールズ出身の選手がライダーカップの監督を務めたのは大会史上3人目のことであった。50歳を迎えた2008年からはヨーロッパのシニアツアーでプレーしている。ありがとうございます。